とのつながりをテーマにしました、誰かとつながりたいけどつながれない、そんなねこうコロナ禍の状況を表すような、なんかそういう熱い思いを曲に、ピアノ曲に込めました。今回のアルバムのために書き下ろした日本語曲っていうのは、日本にまた引っ越してから高知県の自然豊かな風土で暮らしたりしている間に、いろんな心の風景を書いたものです。で、特にここに帰ればっていう歌があるんですけれど、このタイトル曲はつながりたいんだけれどもつながれない切なさとか、こうつながれた時の懐かしさとか、ほっとする感じ、そういうものを表現しました。楽しげに泳ぐ水と魚たち、光と戯れ流れゆく風たち、The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone had to do. I live in the very thought of you.